台北大橋、または台北橋は中華民国台北市大道区とに北市三重区の境を流れる淡水河に架か,かる台湾省東大一線の道路橋である。1991年に改修され1996年に現在の姿となっているが、その源流は新朝統治時代の鉄道橋にまで遡る。その後の台北橋、淡水橋、大京都、 日本統治時代の大橋町などの地名の由来となっている。東詰めで平日朝に撮影された自動二輪による通勤風景。全長481.6メートル、全幅44メートル。平日朝通勤時間帯の自動二輪の渋滞はバイクの滝として注目され、国外から観光客が見物に訪れる。夜景現在の台北大橋の前身は新重。 統治時代に遡り、1888年に正式着工された。1889年8月、初代台湾巡部の流名殿により建設に至り、三重保と台北大東、埠頭が連結された。全長は1498メートルだった。日本の民族学者、井上角の記述では、元の設計は鉄橋だったが、経費不足により、木造橋へと改められた。 橋上には鉄道軌道が伏設され、両側には馬車も通れる歩道があった。北岸は鉄製の旋回橋となっていて、船舶通行時は開閉されていた。ただ木造であったため、河川の氾濫に弱かったばかりか、水に直接さらされる橋脚の土台部分は、劣化が早く、頻回に補修が必要だった。1895年。 新朝から日本に活上されると淡水橋と呼ばれるようになった。また、新朝軍の退却時に破壊された橋を修繕して、鉄道の運行を再開した。1897年8月に台風の襲来で淡水橋が普通になったことで、台湾総督府は鉄道の経路を新見世継を溶かし一万花、板橋と樹林を経由。 再度大関係を溶かする現在のルートに変更することを決定した。1899年、旧ルートの鉄道は撤去され新ルートの鉄道開通により、三重保地区の鉄道の歴史は幕を閉じた。その後21世紀に台北都市運が開業する。当時の淡水橋は、大流と大稲一帯の重要な交易拠点として機能し、 これらの周辺の発展には欠かせないインフラだった。1925年の台北橋1920年4月3日、木造橋の再開通式典が開催され、名称も台北橋と解消。だが、半年も経たない9月4日に、淡水河の氾濫で、再び被災した。翌1921年2月、台湾総督府は木造橋による再建を放棄。 自動車社会にも対応できるトラス橋での再建に着手した。1925年6月18日午前10時に開通式典が開かれた。台北橋の名称は維持された。台北橋の夕日の鉄橋は台北八景の一つだった。七連のトラス橋を指して鉄丸七子と呼ばれていた。戦後の1960年橋脚の腐食と劣化が 日増しにひどくなったため、掛け替えが決定された。1966年7月20日に寄港。1969年11月15日、4代目となる台北橋の改修が観光。鉄橋からセメントを用いた4車線のコンクリート橋に生まれ変わった。当時は通行料が課されていた。橋上の料金書は1990年代の再改築の際に、 撤去されている。1987年になると、前年の中高橋放落事故の影響で、交通量が増大していった。台湾商工路局は、再改築を決定し、当時上下4車線だった、道路部分は6車線へと拡張されることになった。また、自動車専用の手橋両側に深橋を設け、将来的に二輪車と歩行者専用として整備する計画だった。 1991年10月に寄港。1996年6月中旬に竣工した。1996年7月16日午前10時に開通式を開催、正午に正式開通となった。これが今日の台北大橋となっている。二輪車専用レーンは橋の前後も含めて上下各650メートルが別途設置されている。 現在、台北都市運中は新足線が台北大橋と並行して、淡水河の下を推定トンネルでまたいでいる。両側には以下の二駅が設置されている。台北大橋副と首を淡水橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。